ありがとうございました。
ップです。やめてください。プライベートの電車でどうしたんだって今日は。あれ喧嘩したんですか。私たち喧嘩したわけじゃない。あ、そうですか。あのこの裏の声っていうのは面白いんじゃないか。覆面で、あ、はいはい、そうですか。こんな危険な状態だったんですか。ドキュメンタリーどっちだっけ。退場しちゃった人。退場出てがあることが分かる。あ、危ない、ちょっと俺が言っちゃった。アフターライブアワー覆面、覆面で。覆面だから見えないからいいでしょ。暗いから分かんない、ね、だからそれだったら著作権問題ないでしょ。映ってます。全然大丈夫です。覆面君には向けてませんよね。あ、そう、いいの。今日はどうですか、大沢さんのあれ。いや、もう最高でしたよ。そうですか。はいはいはい、覆面アフターアワーの覆面、討論会です。もう見えないからね、これね。この前もね、うん、名前呼ばなきゃいいし、この前出てたから。別に名前入ってもいいけどね。あ、そう、うん、君はどこにいるんだ。あ、ここにいたね。まあ、よかったね、今日の大阪はね。いやー、なんというか、覆面討論会になってるんですよ。なんというかね、エロティシズムというか、ストイックな、ストイックなスイングジャーナルの児玉教師、じゃないけど、まあでも、今日はこんなもんで、やっぱりね、客が入ると入るまいと、いいものはいいんじゃないですか。客がバカなんだよね。客は分かってないんでしょ。分かってないね、客自体が。あ、そうそう、また当たっちゃいます。ダンサーの給料について語りましょう。ちょっと語りましょうよ。語りますか。トラスの時給について。あの変な人誰あれや。あれがね、うるさいんですよ。だってトラスのテント。あの、すいません、宮園さん、なんか映んないんですけど、今日のご感想はどうでしょうかね。覆面討論会もやってますけど、いや、今日のあの感じっていうのは、あの、なんですか、これの映り方ですか。映ってなくても、声だけでも欲しいんですけど。なんか、ごめん、今日の演奏は、だから、ウォーチオーミーっていうのは、どうでしょうか。ちょっと、私のリクエストでやっていただいたら、あ、そうですか、あ、いらっしゃいました、大沢さんがいらっしゃいました。これはもう顔出てないんで、覆面討論会になってますんで。あ、本当だ。これ、ろうそくのこうやって映ってこういうんですか。あ、そうそう、あ、そうそう。あ、大沢さん、やっぱり映りたんだったら映ってなっちゃって、もうちょっと、あれ出ない。ちょっと、お化けチェックの。てか、人が映ると悔しいよね。あ、すごい、本当だ、映る。じゃあ、大沢さんはちょっと、べっぴんさんのとこ映ってくれないと。全然、ほら、ダメだわ。あ、映るじゃん、ほら。下からだと怖い、怖いだけが。あ、お化けになっちゃうのね。うん、怖い。どういう感じだ、なんか、黒みさとかやらなきゃいけないような感じだよね。なんか、マクンバとか。じゃあ、こっちで急に回しちゃって、こうやって、まだあと何分なんだよ。いや、まだ8分です。全部荒れすぎちゃって。こうなるんですよ。アップルかっこいいね、やっぱり。いや、音が良かった。音が良かった。今日来た甲斐があったっていうこと。顔は出ないから大丈夫なんです。今日のご感想はどうですか。素晴らしい演奏でした。あ、そうですか。飲めないのは残念ですね。あ、お住まいどちらなんですか。あ、すぐ近くなんですよ。もっと車置いてくればいいじゃん。ないんですけど。そういうわけにいかないよね。とにかく1秒でも早く来ないと。あー、なるほどね。すごいね、この1秒でも。さ、置いてきゃいいんじゃないの、感じの話。それなんか、今朝ね、自転車来ようと思ってたら、別なんちゃってね。自転車？うん、自転車がなくなってたんですよ。それで、ね、ほら、自転車はさ、みんなのものだから、あれは。そうなんですけどね。自転車盗まれるんだな。鍵かけてたの。鍵かけて、自転車置き場にちゃんと置いてたんですけど。それで、そしたら来て飲めるかなと。ていうか、石一発で自転車ね、乗れちゃうからね、どんな自転車もね。
最後ね、取られたら自転車代が弁償してくれる鍵だったんですけど、鍵がなくなっちゃった。あ、切れちゃう。ええ、全然誰か分かる。怖いだけですね、なんか怖いですよ。けどなんかさ、両国でさ、喧嘩っていうの笑っちゃうよね、うん、だってさ、喧嘩の街だからね、両国はね、格闘技の街、うん、ね、うん、あ、いいね、すごい恥ずかしいことになって、あ、これ、そしたら、みんなでここにつけて、頭につけて、一人ずつ、あ、映ってる、映ってる、こんなの兄ちゃん、ちょっとつけて、こっち、なんか全然違う世界の、なんかつける必要もないような感じがするよね、これ、つけないからこそさ、あ、でもつけない方が怪しくていいかもしれない、うん、なんか恥ずかしいことも言えるよね、恥ずかしいことも言えるよね、あ、すごい恥ずかしい、じゃあ、はい、くるくる回して、はい、くるくる回して、じゃあ、なんか喋ってくんないと困るの、出ますか。だからちょっと私も、私も、今日は最高だったですね。Right on, man. Motherfucker, son of a bitch, man. 後ろに映ってるこの写真がいいね、これね。誰の写真？このね、こちらがですね、これがあのやっぱり一番いいって言われてる、子供の写真ですね、ペルーの。いいでしょ、これね。うん、かわいい。実は、この木はね、マスターに紙がついてた木だね。ていうか、これも撮ろうと思っても撮れるような写真じゃないもん、あれ。いや、そう言ってるアンデさんのあれにあれしまして、次はこれです。この写真すごいですね、なんか、うん、これはすごいね、ありえないようなタイミングだね、これはね。難しい、右と左が逆だからね、うん、あ、ちょっと何、帰っちゃうんですか。あ、今日ダンさん最後の日なんですよね。最後つっちゃなんなんですけど、むっちゃん主人はブルーの目なんでらしい。一応ブルーですね、ブルー。むっちゃん、もうちょっと明るくしてよ、俺、旦那さんの。金髪？ですね、自分は赤毛ということらしいんですけど、おー、映りました。この方が、旦那おみさんと言います。うわー、ちょっとこの方はですね、一応、うちのお店にですね、いやでもやばいことはないでしょ、ボーカルやってらっしゃるの。まあ、てか日本からいなくなるからね。でもじゃあベイビー、宮野さんちょっと最後こちらに、あの一緒にあの大沢さんの隣にいらしてください。これからもうじゃあ今日インタビューやってるんですよ。あちらに住む、それとも日本にご一緒にまた戻る。いやー、その辺たちを悩み中、あと2分なんですよ。アフターアワーズで国民討論会。いいなー、ね、ブルーアイズですってご主人さん。ブルーアイ、恋は。なんかもうダーリンがね、ブルーアイ、恋は、なんだってよ。え、年上？いや、ああ、そうだ、1個上です。年下とか言われたら、もう立ち直れなかったわ。15下ですとか言われたら。なんかすごい、もうジェラシーが高いんだって。だってすごくない？人前でもうチュッチュッチュッってやるんだ。あー、いいわね。言ってたじゃん、ほら、ほら。そんな若者の日本人のようにはしないですよ。でも、ねーねー、でもほら、ハグは毎日でしょ、やっぱりね。ハグは常識だもんね。てか、悪いことでもないよね。そうなんでしょ、ほら。まあ、いいな。お便りください。あの、また教えていただいて、あの、ぶっちゃんにアドレス等を教えていただいて。メールポクシー、私ね、カメラ緑色のがそうですか。そうです、これ音のレベルだよ。あと7、60秒です。これ舐めますかね、全体をね。全体を舐めて。え、なんで大沢さんの旦那？ジャニーズ。ジャニーズに行ってもらってくれ、可愛い。全然、私の知り合いのボーカルの人の息子さん。彼がやっぱりオーストラリアの日本人の人と結婚。九州だって、九州。それオーストラリア人じゃないですね。九州女子。九州はどちらなんですか。九州福岡来るまで。佐賀。私佐賀なんですよ。九州女。もう車で久留米なんてもうすぐに行けるぐらいな。